すごい、まさかのオープン前待機列がすごいできてます。いつも QR コードのお話お願いします。いけらっしゃい。かわいい。こんなファンシーな空間なの、サンリオって。アトラクション系は全部地下っていうことなので、とまずは向かってみようかな。すごいすごいすごい。やばいやばい。え、おとぎの国じゃん。すごすごーい。では本日のお目当てはこれ、屋形のレストランの食べ放題と中国製。お、よし、一番ゲットです。キティちゃんがいなり寿司超かわいい。あらららら、プリンがいるじゃん。違う、ミニカップサラダ。へえ、この辺は麺と何か、これは何。すごいすごい。デコ、デコがすごい。あわわわわ、すごいすごいすごい。そんなのかな、ちょっと後でやってみよう。
カレーだけで3種類。ピンク、イエロー、ブルー。うわ、すっごい美味しい。これは3種類全部試さないとダメなやつだな。ちょっと優しいおかず系もしっかり噛む。本日は、ほほっ、ご協力ありがとうございます。いろいろとした自然な空間でごゆっくりと食事をお楽しみください。周りの方との感覚を分けてご利用ください。利用の際には会社でもご使用ください。またマスクを外されている際は大きな声での話は不便になりますとお願いいたします。なお、なぜかの指定や変更は、うわー、これは映えてる。いただきますよ。次は撮影をお願いいたします。いや、かわいすぎる。すごい。え、これ時間が足りないんじゃない？普通に時間足りない。あー、すごい。はい、そしてね、私が最初に撮ってきたラインナップはこちらです。制限時間が約1時間15分かな。で、多分もう15分取ってくるので使っちゃったので、あと1時間ひたすら食べていきたいと思います。いただきます。なんかお得意のクッキーが思ってたより全部高かったのがちょっと驚きだな。気づいたらあと10分ぐらいしか席の時間がないので、ちょっと急いでデザート食べていきたいと思います。まずはさっき出てきてくれたプリンちゃんから行こうかな。持ってきたもの全部食べ終わりました。やべと、お腹いっぱい。ごちそうさまでした。ちょっと時間なので一旦レストランを出て、またパーク内巡りたいと思います。あら、素敵じゃん。キティちゃんもお茶たしなんでるのね。はい、ということでサンリオピューロランドソロ活やってきました。最後のショーがねめちゃめちゃ素晴らしくて普通に感動した。パフォーマンスのクオリティが非常に高くて良かったです。でご飯も美味しかったし、なんかいやピューロちょっと正直舐めてたなと思いました。めちゃめちゃ全体を通してめちゃめちゃ大満足の一日になりました。